今日からここでアルバイトする留学生の。あ、オッケー。はい。俺が店長の伊達だからよろしくね。あ、私の名前は、うん、マイク・デイビスで。あ、マイクって言うんだ。Yeah. じゃあマイクでいいのかな。なんか呼び名あんの。日本の友達には外人って呼ばれてる。そのままだな。多分友達だよそいつら。まあ、うちはファミリーレストランだから、まあ、日本語難しいけどさ、ここはうちは簡単だからな。あ、うん、でも緊張します。大丈夫だよお前。おしっこが漏れそうですが、うん、大人だろお前。うんこは漏れてます、うん、大人だろってなあ。課長時間ないから今から俺がマンツーマンで教えるから。マウストゥーマウスで。気持ち悪いな。なんで口移しなんだ。マンツーマン。マンツーマン英語だ、分かるだろお前。いやらしくお願いします。よろしくだよ。なんで俺いやらしく教えなくちゃ。そういう店じゃねえだろ。よろしくお願いします。そう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 。基本的にはね、あのお客さんには元気よく挨拶。わいせつ。わいせつはダメだろ。挨拶。挨拶。あ、誰がお前元気よくわいせつする店員だよ。おかしいだろ。挨拶。挨拶。これが基本だから。いや。ちょっとじゃあ練習してみようかな。オッケー。向こうからお客さん入ってきます。いらっしゃいませ。はい。わしょいだぜ。違うな。なんか祭りみたいになってんだ。間違ってる。間違ってる。ちゃんと聞いといて。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。そうそうそう、okay. オッケーオッケー。じゃあ次、あの人数を確認する。忍術。忍術は聞かない。人数。人数。なんで忍術聞くんだよ。まあ、例えばよ、例えばこういうやつがこうやって入ってきたら聞いてね。その前に俺のとこ呼んで。呼べばいいの。確認すから。伊賀なのか甲賀なのか。いや、確認すからさ。よし、聞いといて。何名様でお越しですか。はい。何名様のみこしですか。みこしじゃねえよ。おこし。おこし。おこし。なんでお前さっきからちょいちょい祭りみたいなのって。ちゃんと聞いといてくれ。何名様でお越しですか。はい。南米風の祭りですか。祭りって言っちゃ、祭りって言っちゃってんじゃん。言っちゃっちゃってました。祭りって言ったよお前今。言っちゃっちゃってました。ちゃ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 、うるせえなお前。ちゃっちゃ。え、南米風の祭りお前、リオのカーニバルだろ。例えばよ、こういうやつがこうやって入ってきたら聞けよ。その前に俺のとこ呼んでくれ。な、呼べば、ちゃんと呼べばいいんだよ。ちゃんと聞いといてよ。何名様でお越しですか。はい。南米行ったら分かるんですか。お前だよそれ。完全にふざけてんだろ。な何名様で、何名様でお越しですか。何名様でお越しですか。いいや、もうそれで。オッケー。じゃあ次に、あのタバコを吸うか吸わないか、これ確認するわ。いや、タバコの方を吸いになられますか。はい。卵、卵じゃない。タラコ、タラコじゃない。タバスコの量どんな分け方。タバスコの量席分かれるか。タバコ、タバコ、そう、タバコの方をお吸いになられますか。はい。タバコの方をお吸いになられますか、うんうん、そうそうそう。オッケーオッケー。で最後ちょっと難しいんだけど、それではお席の方ご案内いたします。はい。それではお席の方ご案内いたします。できたのか。うまいな。おい、間違ってない。全然間違ってない。俺よりうまいわ。うん、これはいいんで、これでね、yeah. で最後に、注文を聞きます。で注文間違わないように、それでは注文の方を繰り返しますって ちゃんと繰り返すね。言ってみ。それでは厨房の方を振り返ります。注文繰り返すわ。何があったの厨房で。黙って振り返る、そんなもん。お前注文の方を繰り返します。そう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 、こんな感じ。オッケー、分かった。なんかここまでで分かんないことある。あ、愛と恋の違いは何ですか。違ねえよそんな話。してねえだろ今なあ。俺が知りてえよそんなの。で石田純一さんに聞いてこいお前。ちょっと何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんない。仕事の話してるな。仕事の話で何か分かんないことあるかって聞いてる。 あそこのサラダバーとは何ですか。あ、サラダバー、あれあれはあのサラダ食べ放題のコーナーである。あ、隣のドリンクバーとは何ですか。ドリンクバーも一緒で、その飲み物飲み放題のコーナーだよ。あそこのババアは、ババアっていうのお客さんだろお前。聞こえんだろババアに。お前やめとけよお前。もみ放題、もみ放題じゃねえよ。ババアのもんで何が頼むんだよ。大体そんな感じ。いや、分かった。じゃあちょっと2人で実践してみるからな。あ、それじゃあ私お客やります、うん、じゃあ俺が店員やるから。お前なんでだよ。お前の練習だろこれ。お前の練習。お前が店員だろ。お前が店員。俺が客だよ。お前が客。お前って誰言ってるの。お前が店員。お前が店員。俺が客。俺が客。お前が店員。俺が客。俺とお前が分かんねえなこいつは。あ、まあいいや、いくよ。うん、わ、いらっしゃいませ。わっしょいって言いかけたから気をつけて。何名様でお越しですか、はい、そうそうそう、一人です。寂しいですね。教えたかと。教えたか。帰っちゃうよお前。何が寂しいだろお前。さあ、でこうはテレビから出てきます。出てくるけど何と間違ってんだお前。タバコ、タバコ、そう、タバコはテレビから出てきますか。出てこねえよ。いつからテレビ出てきてんだ。タバコお吸いにだろ。タバコの方お吸いになられます。ああ、そうそうそう、タバコ吸います。墓石の方に。どこ行くんだよ。お席、お席、墓石。何だろ、ファミレスに破壊してるために来てんだろ。お席だろうが。お席、そう、お席の方へご案内いたし。さっきできただろお前それ。
さっきできたぞこうやってお前。ゆっちゃ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 ちゃっちゃっちゃっちゃお前今日。なあ、今日うるせえな。こんな動きもしなかったしお前急には。大丈夫か？イエス。頑張ります。頑張るよ。じゃあ今から待ってるお客さん呼ぶから。Yeah. お前ちゃんと対応しろよ。オッケー。見てかんなちゃんと。大丈夫かあいつは。お待たせしました。1名様でお待ちの服部様。おー、店長さん。おー、ザ・忍者。